ここで2点差開きました。強烈決まった。園田のサーブ、後ろから強打があります。園田もう一度ボディー来る。よく返す。遠藤が前に来た。渡辺下がる。2人とも前に来る。いいラリーになってきた、ね、拾った。今度は前、長いラリーだ。アウト。渡辺前に来る。積極的、よくしのいでいる園田。カメラ決まった。優勝したばかりです。渡辺を攻める。今度は逆だ。ここはドライブ戦の渡辺、アウトです。渡辺が落とす。これは河村、少しずつ増えてきたのかなと思いますね。渡辺が前に来る。二人の間、奥へ。今度は遠藤前に来た。いや、また下がる。渡辺、さあどうする。遠藤長くなりましたね。長いラリーになってきた。強打返した。よく返しました。落とします。これ戻す。今度は強打。いろんな緩急をつけますが、よく拾って最後はチャンスになりました。園田決めた。どっちが握るかというのは非常に大切になってくると思いますね。遠藤渡辺攻撃の形、おっとよく拾った。奥へ、ロングサービスが多くなっている。よく拾う。さすがにこれは河村見事。押し込んだ。よく拾った。河村見た。アウト。渡辺奥へ、よく返した。いいラリーだ。園田強打。園田もかなり苦しいところかと思いますが、お互いいいですね。動きがよく拾った。最後は園田、ま、お、はい、乗ってますね。力を振りしのぶ園田、決まった。すごい。